ラジオの梅田サポーター今日は何キックオフスタート。さあ北澤さん、この試合注目すべき選手はいらっしゃいますか？カンテですね。あの守備範囲の広さとスタミナはすごいですよね。引き察知能力が高いということなんでしょうけども、どこでも顔を出してきますよね。1対1のボールの奪い方もうまいですし、彼がいるといないとで全然違ってきますよね。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待してみてまいりましょう。スルーパスを狙う、裏を狙う、いいでしょう。デリフトからベンゼマ、ベルナルド・シウバ、サラーへ、ベルナルド・シウバからベンゼマ、シュート、ベンゼマ、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。いやー、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止まらなかったでしょうね。今のはも1点先制と幸先いいですね。これは自分たちのサッカーがしやすくなったでしょうね、はい、先制できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯がいいですよね、立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。そうですね。大きく縦へ、さあサラ、さあムバッペ、ヘンダーソン、カンテ、ホーム側としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。ムバッペ、これはわずかに左でした。精度の高いキックでしたし、コース相手が打っていく姿勢が大事ですよね。メンバーチェンジです。ハバール、プレッシャー起きましたよ。ムバッペからモドリッチ、サイドへ振ってクリスティアーノ・ロナウドから右サイド、カンテ、ムバッペからベンゼマ、デリフト、ムバッペへ、さあカウンターのチャンスになります。デブライン、マルディーニ、ロナウド、モドリッチ、ここはカットします。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。前半終え1対0。
先制点を与えたまま前半を終えます。全体的に見るとそれほど悪い前半ではなかったんですけど、一瞬の隙を突かれて失点してしまいましたね。後半はわずかなスペースを見逃さないようにしてそこを狙っていくような形になると思いますね。ではこの後も試合をお楽しみください。後半スタートです。ホーム側としてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。デブライン、マルディーニ、裏へ届くか、オフサイドです。サラベンゼマに渡る、セルヒオラモス、プレスからボールがこぼれる、サラ守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね。攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。反転してのシュートでした。サラダイク、ベルナルド・シウバからベンゼマ、ゼッコービッチ、これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。ホーム側としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。コーニー、あっと、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ホーム側としてはどうしても後手後手になってしまってますからね、何かこうアイデア欲しいですよね。このゴールキックをカットします。南野、ミュラー、サイドを使います。打つか、さあミュラー、これは旗が上がっています。
ダイク、危ない、これもオフサイドです。さあ残り15分、ファビーニョからサラー、ミュラー、カンテから長いボール縦へ、カンテ、さあ右へ預けて、いいとこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。オフサイドです。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね、素早いパスで攻め上がっていきます。もったいなかったですね、本当最後まで諦めてませんよね。ここで収まる。さあ南野、ミュラーに渡る、スルーパス、ここで終了をつける、長い笛、1対0で敗れました。追いつけませんでした。結局前半のゴールが決勝点。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。大村としては後半に入っても自分たちのやろうとすることがうまくできませんでしたよね。そのためにはやはり相手のリズムをいかに崩していくか、そこでしょうね。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。いいえ、どうもありがとうございました。結局1対0、追いつけませんでした。